今ここにね一本の線を書いてあります。これが、花瓶の縁だと思ってください。ピンと合ってる、うん、花瓶の縁で、ここがセンターね、ここが真ん中辺。さてこの線に沿ってお花を生けるような、生けるようなイメージでちょっと絵を描いてみます。これまずゼラニウムね、ゼラニウムを生けますね。ただゼラニウムの支えを使ってミモザをふんわり広げます。ゼラニウムに支えてもらいながらね、ミモザを受けます。ただこのもうミモザとミモザの間に、まあ、スイートピーを入れようかな、ね、でこのちょうど真ん中が空いてますから、この真ん中、この辺にラナンキュラスを多分3本ぐらいみんな分けられると思うので、ラナンキュラスを入れますが、1、2、3本ね。とあとじゃあホワイトスターの、まあ、この辺かな、空いてるところにね、いけます。こういう風な感じでお花をいけたいと思います。そうするとですね、花瓶の大きさが、花瓶の口がもしこんなに大きかったら花束落っこちちゃ、沈んじゃいますよね。花瓶を、この花束を花瓶の縁で支えるためには、花瓶の縁はこれぐらいじゃないといけない、この花束に対してね。でお水は、まあ、この辺までは入れておきたい。そういう風になってくると、花瓶、この茎の広がり方と花瓶の口がこれぐらいでがいいのと、上がこういう広がりっていう風になると、花瓶はじゃあこんな感じ、こんな感じの丸いくて中が広い花瓶だったり、そうだな、こんな感じの細長いたい感じの花瓶だったり、こんな感じにすると、生けた時にここの縁と、あとこの壁、花瓶の、内側の壁ね、ここを上手に使って、これがうまいこと安定して生けられます。でそうですね、だいたいそうかな、ここの口が6から8センチくらいかな、今回は。あとこの高さが20から25くらいかな、これ直径ね。こんな感じの花瓶を選んでいただくと、今回はぴったりいい感じになるのではないでしょうか。というわけでこれを実際に花瓶を使ってやってみたいと思います。はい、それではですね、今イラストに描いたみたいな生け方でこの花瓶に生けてみたいと思います。そうですね、普通お花生けるとき、まあ、花瓶と自分とで、正面向かってお花生けるんですが、今は皆さんに生け方を、見ていただきたいので、花瓶、鏡生け、そういってそっち側に向けて、お花生けていきますね。まずさっき言ったみたいにゼラニウムを生けて、土台を、これを土台にしますね。そしたらこのゼラニウムを支えにして、間にミモザを生けますね。こんな感じ
ね、そしたらミモザの入ってないこの辺にスイートピーを入れたいと思います、ね、うん、こんな感じ、もうちょっとこうかな、ね、こんな感じ。そしたらここの空いてるところに、ラナンキュラスを入れていきます。トースターをちょっと入れます。よはい、こんな感じでいけられました。どうでしょう、見えるかな、わかるかな、どうでしょう。こんな感じでね、いけてみました。まずゼラニウムを土台にして、ミモザをそれを支えにミモザを広げて、このスペース、そのこのアレンジ全体の中の空間を、スペースを決めるんですね。それで、でその中にこのお花たちを生けていくっていう感じで生けてみました。いかがでしょうか。はい、では次にですね、今度この花瓶で生けてみたいと思います。さっきよりちょっとちっちゃい花瓶、さっきの花瓶がね25センチぐらい高さあったので、こっちは20センチぐらいかな。ちょっともう一回り小さめの花瓶にさっきと同じ感じでまた生けてみたいと思います。まずですね、やっぱり同じです、ゼラニウムをいきますよ、ね、はい、まずゼラニウムをいきます。ただそれに合わせ、それを支えに、ミモザをいきます。ミモザを生けて、この間に、まずスイートピーを入れますね。さっきよりもスイートピーもうちょっと短くしようかな。スイートピーを、はい、で生けてみますね。たら、次にさっきのようにラナンキュラスを受けますね。この花瓶はさっきの花瓶よりももうちょっとだけ花瓶の口が広いです。で広くて、背は低い、もう少しちょっと寸胴な花瓶なんですが、こういう花瓶の方がご家庭にはあるかもしれないですね。ね、はい。たらこの今度間に、ホワイトスターを入れていきます。こっちの方が少し縁が広い、行きやすいか。
こんな感じで生けてみました。どうでしょうか。ちょっとね、ちょっと花瓶の形が変わりましたけど、まあ、構図は一緒です。ゼラニウムを入れて、ミモザをそれを支えに入れて、ミモザを広げてですね、でこのスペースが決まりますね。たらそこの中にスイートピーとラナンキュラスサーとホワイトスターを生けました。こんな感じで生けてみましたね。どうかな。うん、生けられてるね。はい、今月はですね、幸せの黄色いブーケということで黄色いお花をね集めてみました。とですね、春のお花たくさんありますが、例えば、福寿草とか水仙とかと菜の花とか、あとこのミモザもそうですね。黄色いお花が、春のお花いっぱいある中で比較的早く咲きます。ね、多分わかんないけど黄色いお花が、春を一番早く感じ取って花の姿をね見せてくれるみたいです。なので、黄色の花が春を教えてくれるとか、黄色の花が春を連れてきてくれるとか、そんな風に言われていたりします。ということで今月は黄色いお花を集めてみました。いかがだったでしょうか。はい、来月はですね、まだ全然考えていないのですが、卒業シーズンですし、いよいよご卒業ですし、あとはいよいよ桜も咲きますし、ということで、まあ、ちょっと桜っぽいピンク系な感じで考えてみようかなと思っています。というわけで、今月もどうもありがとうございました。また来月もよろしくお願いします。じゃあまたねー。